触りの箱。初めてあの箱を見たのは、私がまだ小学校低学年の時でした。当時まだ存命だった父方の祖父の家に遊びに行ってたんです。父も母も、もちろん祖父母も家にいたはずなんですけど、その箱を見つけた時、私は一人でした。両親たちは別の部屋で話し込んでいたのでしょうか。私は我ながら手のかからない子供だったので、特に不思議なことでもありませんでした。ところで、ゲームブックってご存知ですか？物語を読み進んでいくうちに選択肢が出てきて、どの選択肢を選ぶかによって別々のページを指示されるんです。指示された通りのページに進むと、同じ本を読んでいるはずなのに、全く違うストーリーや結末になったりするんですよ。今で言う、ゲームのマルチエンディングってやつですね。当時の僕は、そのゲームブックってやつが大好きで、その日も自宅から持ってきたお気に入りの一冊を繰り返し熱心に読んでいたんです。だからあの箱がいつから部屋の机の上にあったのかはわかりません。気づいた時にはありました。もしかしたら最初からあったのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。一辺あたり5センチほどの木製の箱でした。ああいうのも寄せ木細工っていうのでしょうか。いくつもの木のかけらを組み合わせて作られているようでした。非常に古い材質で、いくら祖父母の築何十年の家とはいえ、それでもその箱の古臭さは非常に浮いていました。手のかからない子供だったと先ほど言いましたが、それでも人並みの好奇心は持ち合わせておりました。一度気づいたら、これ見よがしに置いてあった箱でしたから、何の気なしに手に取ってみたのです。この時、ゲームブックみたいに、箱に触る、触らないの選択肢が突然目の前に現れてくれてたら、私は果たして、触らないを選べたのでしょうか。前提からありえないとわかりつつも、今でもたまにそう考えてしまうんです。それはとても軽い箱でした。ろくにヤスリをかけていないのか、触れると木のザラザラとした感触が指に残りました。手に取った拍子に、中に入っていた何かが、チャリチャリと小さな音を立てました。開けて中を覗いてやろうと思ったのですが、蓋に当たる部分がわかりませんでした。ひっくり返したり、無理やり両手で引っ張ったり、縁の部分を引っかいたりしてみましたが、そもそも蓋に当たる部分が存在しないようでした。一旦開けることは諦めて、もう一度耳元で箱を振ってみると、やはり、チャリチャリと音がしました。小さくて硬い何かが、それなりの数入っているみたいでした。余計に興味を惹かれて、何とか開けられないかと手の中で箱を転がしていたところ、部屋に祖父が入ってきました。祖父は箱を持っている私を目にした途端に血相を変え、勢いよく私の手から箱を取り上げました。私はそのあまりの勢いに驚いて泣き出してしまいました。泣き声を聞いて集まってきた両親や祖母のことなど意に介さず、祖父は泣きじゃくる私の小さな肩を強く押さえて、あの箱に触ったのは初めてか、と何度も尋ねてきました。私は混乱と恐怖で言葉を発するのも難しい状態でしたが、どうにか初めてであると伝えた気がします。初めてか。初めてならいい。だが、次また同じような箱を見かけても、絶対に触るんじゃない。絶
第二だ。祖父はそう言うと立ち上がり、私たちを置いて部屋を出て行ったと思ったら、手に何かを持ってすぐに戻ってきました。それは爪切りでした。祖父は私の前にドカッと腰を下ろすと、有無を言わさぬ調子で私の手を取り、別に伸びてもいない私の両の手の爪を切り始めました。その様子があまりにも危機迫っていて、せっかく涙が引き始めていた私は、もう一度泣き出してしまいました。私の泣き声と、バチン、バチンと、爪切りの硬い刃の音だけが、しばらく響いていた気がします。周囲で祖母や両親が何か言っていたのでしょうが、不思議なことに、全く記憶にないのです。そう。この辺りからの記憶は、とてもおぼろげです。私は気づいたら、両親と一緒に自宅に帰っていました。後で母親にあの日のことを尋ねたら、私の両手の爪をきっちり切り終えた祖父は、両親に向かって、今日はもう帰れ、と言ったきり、書斎に閉じこもってしまったのだそうです。あの時、箱は結局どうなったのでしょうか。祖父が書斎へ持ち帰ったのか。でも、父親や母親に聞いても、誰もそこに箱があったという記憶すらありませんでした。その後ほどなくして、祖父は亡くなりました。交通事故でした。見晴らしのいい道にもかかわらず、祖父は大型トラックにはねられたのです。私は葬式には行きませんでした。母方の親戚の家に預けられてたんだと思います。後になって聞きましたが、祖父からの言いつけだったんだそうです。あの子に恨みはない。ないが、とにかく何があろうと、今後あの子をこの家に近づけるな。ですって、また聞きですけど。その言葉も相まって、祖父の記憶は恐ろしい印象のものしか残ってません。今でもよく祖父の夢を見るんですよ。私は当時の幼い自分に戻っていて、爪を切られているんです。バチン、バチンってね。箱の話にはまだ続きがあるんです。なんとまた私の前に現れたんですよ。大学を浪人して予備校に通っていた時のことです。授業も終わって家に帰ろうと荷物を整理してたら、なんと自分のリュックの中に入っていたんです。わけがわかりませんよね。授業前に筆記用具を取り出した時には、確かにそんなもの入ってなかったんです。心当たりのない触り心地のものが入っているなと取り出してみたら、それが例の箱でした。記憶も薄れていたというのに、一目であの時と同じ箱だってわかりました。同時に祖父の言葉もありありと脳裏によみがえりました。でも、私物のリュックの中にいつの間にか入っているなんて、触るななんて方が無理ですよね。卑怯だと思います。私はみっともなく悲鳴を上げて箱を放り投げました。それなりの重さのある物体が床に落ちる硬質な音が響きました。そう。箱は記憶の中よりも少し重かった気がするんです。大きさも一回りくらい大きくなっていたような気がします。私は半分パニックのような状態で教室を飛び出しました。床に落ちた箱がその後どうなったのかは知りません。二度とそこの予備校には行きませんでしたから。予備校へ行くことへの恐怖ももちろんあったんですけど、実はその数日後に当時付き合っていた彼女に
刺されたという理由が大きいんですよね。その予備校で知り合った彼女でしたから。思い込みの激しい人だったみたいで、前々から私の浮気を疑っていたみたいです。予備校に顔を出さなくなった私のことを浮気しているものだと早合点したようでした。私も私で最低限の連絡は取っていたものの、予備校になぜ来ないのかという度重なる質問に答えかねて、だんだんと返事をすること自体が億劫になっていたんです。その頃私は実家暮らしの手前、予備校に行くふりをしてパチンコや漫画喫茶などで時間を潰しては帰るという日々を過ごしていたのですが、ある日帰ると家の前に彼女が立っていました。まずは驚きでした。先ほども言ったように僕は実家暮らしで、彼女を自宅に招いたことはありません。なぜ家の場所を知っているんだと疑問に思いました。次に感じたのは恐怖。目が合った彼女の顔は今まで見たこともないような思い詰めた表情をしており、目線を下げると震える手で包丁を持っているのが目に入りました。彼女は私の名前を叫んだのだと思います。ほとんど言葉になっていませんでしたが、気づけば私は馬乗りになった彼女が何度も何度も振り下ろしてくる包丁を手のひらで必死に受け止めていました。騒ぎを聞きつけた母親が家から飛び出してくるまでにさほど時間はかかりませんでしたが、何回も刃先を受け止めた利き手は血で真っ赤に染まっていました。結論から言うと、指が2本ダメになりました。人差し指は神経が切れてしまい、ろくに動かなくなり、中指は手術むなしく、根元から切り落とすことになりました。警察に取り押さえられた彼女が、その後どうなったかはよく知りません。精神病棟に入れられたとか何とか。彼女の両親に損害賠償を請求したりはしましたが、その際にも再び会うことはありませんでした。私もリハビリなどで余裕もなかったですし、会わなくて済むならそれに越したことはないと思っていましたから。全部が全部あの箱のせいなのだと私は思い至りました。あの箱に触ってしまった右手が使い物にならなくなってしまった。祖父も幼少の私から箱を取り上げるために触れてしまった。だから交通事故に遭ってしまったのだ。あの時祖父が私の爪を必死で切っていたのは、箱を見たのは初めてかとしつこく尋ねたのは、初回は爪だけで済むからなのだと直感的に理解しました。それからはずっと箱に怯える人生ですよ。もう一度触ってしまったら次はどうなるかわかりませんからね。でも行く先々でね、あの箱を見かけるんです。本当は今までも常にそばにあってずっと気づいてなかっただけだったのかもしれません。電車で座っていたら真上の網棚に置いてあったり、ふと目をやったゴミ箱の中に入っていたり、大きさも記憶の中の姿と比べたら明らかに大きくなっているんですよ。でもね、人間って慣れるものなんです。初めのうちは毎度みっともなく悲鳴を上げてましたけど、予想していた通り直接触らなきゃどうということはないんです。引っ越しの時に段ボールに紛れてあの箱が並んでいた時なんか、怖いよ通り越して笑ってしまいましたよ。そのまま放置して出て行きましたが、
予備校の時のような不意打ちも幸いにもあれ以降はないですしね。祖父もそうだったんでしょうね。長い間ずっと箱に追われ、恐れ、逃げ、うまく距離を取りながら生きていたのでしょう。あの日、孫の私が触ってしまうまでは。祖父は何回目だったんでしょうか。バチン、バチンと、鬼気迫る表情で幼い私の爪を切る祖父。恐ろしかったですよ。本来だったら添えて支えてくれてるはずのもう片方の腕がないんですから。危なっかしいったら。ええ、空襲で石板になったって話です。実は今日も祖父が夢に出たばかりなんです。それでね、祖父が夢枕に立った次の日は決まってそいつも現れるんですよ。ここまで話せばさすがに伝わってくれますかね。久しく見ていなかった小ぶりなサイズで現れたから、ひょっとしてなんて思っていたんですよ。ねえ、ゲームブックみたいに触らないの選択肢なんか出てきてくれなかったでしょう。爪切りお貸ししましょうか。呪物。車好きの彼を R 君と呼ぼう。地元の工業系の大学を卒業後、R 君はやはり地元に昔からある自動車メーカーへ就職した。就職先が地元だから実家から出る必要はなかったのだが、就職を機にうるさい両親から離れて独立したかったという。だから一人で築10年ほどのアパートを借り、中古車ローンで買ったばかりの愛車と共に実家から引っ越した。勤務先には車で片道30分ほどかかる。もっと会社に近い物件はあったのに、わざわざ遠い物件を選んだのは、家賃のせいばかりではなく、車で時間をかけて通勤したかったからだ。ある朝、いつもの時刻にアパートの部屋を出た R 君は、隣接している月姫駐車場に足を踏み入れた際に、妙なものを見つけた。出入り口横の駐車スペースの真ん中に黒い靴がある。男物の革靴だった。まるで誰かがそこに置いたように、こちらにつま先を向けてきちんと揃えてある。どうしてこんなところに、と R 君は思った。車を運転していると、道路脇に靴が落ちていることがある。サンダルやハイヒール、スニーカーや長靴、革靴など、バリエーション豊かだが、こんな風に左右ちゃんと揃えてあるのは見たことがない。どうせこの区画を借りている人のものに決まっているだろうが、なんだか少し奇妙な感じがしたそうだ。いけねえ。早くしないと遅刻する。急いで愛車に乗り、エンジンをかける。カーオーディオから流れるお気に入りのロックに身を任せる頃には、彼の頭から妙な革靴のことなど、きれいに消えていた。その数日後、またあの靴があった。先日とは位置が変わっている。無意識に彼は、その靴と奥に置いてある自分の車との距離を目で測った。よくあるように、この駐車場でも各区画にナンバーが振られていた。車止めの後ろに立っている青くペイントされたプレートに、手書き文字で1とか2と書いてあるのがその区画のナンバーだった。
確かこの前は入り口の1の区画にあった。それが今日は3の場所にある。移動したということは、1を借りている人のクスではなかったらしい。この前は気づかなかったが、そのクスはかなり汚れていた。長い間、雨ざらしになったように細かい砂がこびりついている。これでは誰も吐く気にならないだろう。ということは、この駐車場を借りている誰かの靴ではない。いつもこの区画に置いてある車を R 君は思い浮かべた。太いタイヤを履いた国産の古いスポーツタイプの車で、チンピラ風のお兄さんが乗っている。ここに戻ってきたとき、あのお兄さんがこの薄汚い革靴を見つけたらどうするだろうな。気がつかないでそのまま車を入れるか。多分そうだ。きっとそういうタイプだろう。お兄さんが気づかないとこの靴はタイヤで潰されてしまうだろうが。まあ、自分には関係ないさと、彼は軽い足取りで愛車に乗り込んだ。その日の帰宅途中のことである。R 君がいつものルートを自宅へ向けて走っていると、急に渋滞し始めた。それほど交通量の多い道ではないし、普段は渋滞など滅多になかった。事故でもあったのかな。R 君のその予想は的中した。道の先にある交差点が近づくにつれ、駆けつけた救急車やパトカーの回転灯の赤い光がちらちらと明滅し始め、道路脇に立っている警官がノロノロ運転の車列を誘導している。やっと事故を起こした車が見えた。信号機の支柱に突っ込んだらしい。猛スピードで激突したようで、前が無残にひしゃげていた。確か、あの車は。その車に見覚えがあった。変わり果てた姿になってしまったが、ツードアの赤いスポーツタイプのそれは、同じ駐車場を利用しているあのチンピラお兄さんの車によく似ていたのだ。今時あまり見かけない古い国産スポーツカーである。潰れたドアが引き剥がされ、ぐったりしたドライバーが運転席から救出されている。R 君の位置からその様子がよく見えた。そして担架で運ばれてゆく血まみれのドライバーは、紛れもなく、あのチンピラ風の男性だった。気の毒に、とは思ったが、所詮は他人事という意識もある。たまに駐車場で会っても、話したことも挨拶したことさえ一度もない相手だ。だから自分はあんなことにならないように気をつけて運転しようぐらいにしか、その時の彼は思わなかった。ほどなく駐車場に着いた。渋滞のせいでいつもより到着が遅くなったので、あたりはすでに夜の暗さだった。当然だが、3の区画に車はない。ふと急にあの革靴のことを思い出した。あの靴は、少なくとも3番にはいない。でも、それじゃあ、どこにいるんだ。少し離れた位置に立っている街灯の光は、暗い駐車場全体を照らすには弱々しい。よく、見えない。もしやと思って自分の車の下を覗いたが、何もなかった。急に突拍子もない考えが、R 君の頭にひらめいた。彼があの靴が3番にいたのを見たその日に、
その3番を使っているあのチンピラお兄さんが事故を起こした。だからもしかしたら、事故を起こしたのは、あの靴のせいなんじゃないかと。でも、今はどこにもない。きっと誰かが捨てたんだ。そうに違いない。もうあの靴を見なくて済むと思ったら、なんだかほっとした。自分の部屋に戻った彼は、スマホでローカルニュースを検索してみた。するとあの事故の記事があった。その記事によれば、被害者はドライバーのみ。病院へ緊急搬送され、現在は意識不明の重体。目撃者の話によれば、猛スピードで走ってきた被害者の車が、そのスピードのまま交差点を突っ切って、信号機に突っ込んだらしい。搬送先の病院での検査では、アルコールは検出されず、薬物等を使用した痕跡もなかったとのこと。最近多い、アクセルとブレーキの踏み間違いではないかと締めくくっていた。違う。そうじゃないと、R 君は思った。それはただの直感だったが、あれは事故などではなく、あの革靴の仕業だと、彼はなぜか確信したという。アクセルとブレーキの踏み間違いだったなんて、高齢ドライバーならあるだろうが、あのお兄さんはとてもそんな歳じゃない。それに踏み間違いというのは、車を発進させるときに起こるものであって、走っている最中にいきなり踏み間違えるなんて、ありえないんじゃないか。ふと、黒い靴がいた位置を思い出した。初めて見たのは、一番の区画だった。確かあそこに駐車していたのは、ピンク色の軽自動車だった。でもそういえば、最近見ていない。ドライバーは確か、そうだ。主婦っぽい感じの女性だった。あの人は、無事なのかな。そして次の日の朝、駐車場に足を踏み入れた R 君の目に飛び込んできたのは、つま先を揃えたあの革靴だった。それがいるのは4の区画だから、昨日より一つ進んだことになる。彼はそれをつまんで拾い上げた。そして駐車場の隣にある、竹の高い雑草に覆われた空き地めがけて力いっぱい投げた。綺麗な放物線を描いて、それは広い空き地の向こうに消えていった。いつもの時間に彼が帰宅したら、珍しく先客がいた。それが4番の人だったので、彼はドキッとした。今朝、あの靴がいたのが4番だったからである。メガネをかけた中年の女性で、目が合うとお辞儀した。R 君も軽く会釈を返す。この人に、警告した方がいいだろう。でも何と言えばいいんだ。ここに怪しい靴があったから、事故に気をつけてなんて言えるわけない。そんなことを言っても信じないし、頭がおかしいと思われる。どうしたらいいのか、R 君は決めかねていたら、向こうから話しかけてきた。こんにちは。ねえねえ、昨日の事故知ってます？あ、はい。ここの3番の人が交通事故に遭ったらしいですね。そうそう。私ニュースで見たのよ。そうしたら知ってる人だったから、あれこの人はって気がついたの。俺は偶然に事故の現場を通りかかったら、見たことのある車だったので。なんだか怖いわよね。
立て続けにここの人が事故に遭うなんて。え？立て続けに。この前は一番の井上さん。うちのご近所だから犬を散歩させてる時なんかにお会いするとよくおしゃべりしてたのよ。それがね、あんなことに。あんなことって、何があったんですか？車でお買い物に出かけて、ほら、駅前のショッピングモール。そこの立体駐車場から壁を突き破って車ごと下に落ちたらしいの。なんでもアクセルとブレーキを。やっぱり一番の人も事故に遭っていたんだ。でもそうすると。二番の人はご存知ですか？多分今は二番は空いてるんじゃないの？しばらくそこに車があるの見たことないから。そうですか。二番は誰もいなかった。次の三番があいつにやられた。そして四番のこの人が次のターゲットだ。でも今朝あの靴は処分してやったから大丈夫かな。どうなんだろう。でもやっぱり警告した方が。どうかしたの？いえ、もうこんな時間だわ。そろそろ行かないと。夕飯の支度しなくちゃ。お互い運転には気をつけましょうね。はい。ありがとうございます。R君が迷っているうちに会話が終わってしまった。怪しい靴のことも何も伝えられないまま。翌朝、目覚ましのアラームで彼ははっと目が覚めた。ガバッと布団を跳ねのけ、のろのろと出勤の支度を始める。彼は、ある決心をしていた。旅行用のスーツケースに、当座の着替えと必要なものを急いで詰め込んで部屋を出る。駐車場に着いたら、脇見をせずにまっすぐに自分の車に向かった。目の端にあの靴を捉えたが、見ない。それでもそれが五番にいるのが分かった。愛車を置いてあるのは七番だ。ここを借りた時はラッキーセブンだと思ったのに。あさってにはあいつはここにたどり着いてしまう。だったらその前に。R君は車に乗り込みアクセルを踏み込んだ。もうあの駐車場には絶対に戻らないつもりだった。アパートにも戻らないと決めた。実家には戻りたくなかったので、とりあえずビジネスホテルに泊まり、その後は新しい部屋が見つかるまで、泊めてもらえそうな友人を当たることにする。いざとなったら、車で寝てもいい。その日の午後に彼は、契約している不動産屋に電話して、部屋を出たいと告げた。駐車場の契約はどうするかと聞かれたので、もちろん解約すると答えた。わかりました。最近あそこ解約する人が多くてね。それに契約している人が事故続きで、つい昨日も。不動産屋の愚痴は最後まで聞かずに途中で電話を切った。聞きたくなかったからだ。あのおしゃべり好きなご婦人に怪しい革靴のことを伝えるべきだった。たとえ信じてもらえなかったとしても、危険だからしばらくの間は運転を控えた方がいい。そう言うべきだったと、R 君は激しく後悔した。ようやく見つかった新居への引っ越しも終わり、
新しい駐車場も借りた。今のところ、特に怪しい出来事は起きていないらしい。運転中に道路脇に何か落ちているのに気がついても、彼はもうそれを見ないと決めたそうだ。高速道路や国道を車で走れば、道路脇に相変わらず変なものが落ちている。でもどうしてそんなものがここに、とは、もはや思わなくなったという。人魚の絵。これが、呪われた人魚の絵ですか。目の前に一枚の古びた紙がある。茶色く色あせた紙はシワだらけで、保存状態はお世辞にもいいとは言えない。それでもそこに書かれている人魚は、長い年月を感じさせないほど鮮やかな色彩を保っていた。波打つ長い金色の髪、ふっくらと丸みを帯びた乳房は、見ただけでその感触がわかるほどに生々しい。色情を呼び起こす赤い唇は、ぽってりと厚みがあり、かすかに開いた隙間から舌が見えるのではないかと、見入っていた自分に、ハッとする。美しいでしょ？絵を少し傾けてごらんなさい。絵の持ち主である古美術商の男が、モノクルの向こうに光る目を細めて、上品に笑った。言われた通りに絵を傾けてみると、淡いブルーで描かれた人魚の下半身が、光を反射して極彩色に変化する。これは？詳しくはわからないのですが、どうやら染料にすりつぶした鱗を混ぜているようでしてね。鱗？まさか人魚の鱗とでも言うんじゃないでしょうね。さあ、どうでしょう。私にわかるのは、この絵を食べた者が死に至るということだけです。人魚の肉を食べた者は、不老不死を得る。そんな話が、まことしやかに囁かれ、人魚を求めて海に出る者も過去には多くいたという。どこそこの海域には人魚の住まう国があるだとか、南の海で獲れる人魚の方が肉質は柔らかいだとか、昔の文献には人魚にまつわる記述がいくつも載っている。それが真実かどうか知るすべはないが、この人魚の絵が残っているということは、この地に人魚と不老不死を結びつける風習があったということなのだろう。遥か昔、不老不死を求めた人間によって人魚は乱獲され、現在はもう絶滅したと言われています。それでも人魚の肉を求めてやまない人間が、苦肉の策として作り上げたのが、その人魚の絵なのですよ。手元の絵に目を落とせば、美しい人魚が妖艶に笑った気がした。手に入らない肉の代わりに、人魚の絵を食べるぞ。おかしいでしょ？それほどまでに盲信していたのでしょうね。人魚の肉に関する記述はいくらでもあるのに、実際に不老不死を得た人間の話は、一切出てこない。確かに、そうだ。人魚の肉を食べたとしても、不老であることを実感するのは難しい。すぐにわかる方法といえば、不死の方だが、勇気ある者が試したところで、それはただの命の無駄遣いだ。ならばおそらく、人魚の肉を食べた者の多くは、時間の流れに身を任せ、自身が不老不死であることを信じながらも、人魚の肉を食べ続けていたのだろう。自分は不老不死だと信じ続け、夜年並みに怯えて、再び人魚の肉を口にする。
その行いはやがて人魚の乱獲につながり、そして歪んだ盲信は人魚の絵にまで及んだ。この絵を描いたのが誰なのかは分かっていません。ある時から爆発的に広がり、人魚の肉を求めていた人間たちはこぞってこの絵を食べました。そうして一人残らず死に絶えた。モノクルに隠された瞳が意味深に揺らめく。一瞬の静寂にお互いの呼吸さえかき消されていくようだ。ごくりと生唾を飲む音がやけに耳に残って緊張する。しばしの沈黙の後、古美術商の男が私の手から人魚の描かれた紙を抜き取った。見れば見るほど、その美しい姿に心奪われる人魚の絵。かさりと揺れる振動で、つややかにきらめく極彩色の鱗。色あせた紙の海を泳ぐように揺れている。一つ面白いことをお教えしましょう。そう言って、男が胸のポケットからルーペを取り出した。これで人魚をよくご覧なさい。受け取ったルーペを覗き込んだ瞬間、驚愕と恐怖に私の体が硬直した。波打つ長い金色の髪、ふっくらと丸みを帯びた乳房、滑らかな曲線を描く下半身にびっしりと敷き詰められた極彩色の鱗。そのどれもが呪いの文字で描かれていたのだ。どうやって書いたのかわからないほどの小さな文字。人間に対する恨みや殺意は呪詛の言葉として綴られ、その文字の羅列が人魚の姿を描き上げている。あの妖艶な美女として描かれた人魚の元が、激しい怨嗟にまみれた文字の集合体だったとは。震える喉に言葉が詰まって息ができない。人間に殺されていった仲間を思い、最後に残った人魚が復讐として描いたのだと、そういう説がありましてね。自身の血や鱗を混ぜて何十枚もの絵を描いたとか、そのほとんどは失われ、現存するのは今のところこの一枚だけです。それまで紳士的だった男が、口角を上げて癒やしく笑った。どうです?あなたにぴったりだと思いませんか?ぎくりと体が震えた。瞳目する私の手に再度人魚の絵を握らせて、一歩後退した男がうやうやしく頭を下げる。お買い上げありがとうございます。私は。言葉の続きが、出てこない。絵を突き返すこともできず、ただ呆然と艶やかな人魚を見つめている。髪を持つ手がかすかに震え、色あせた髪の中で人魚が泳ぐ。カサカサと鳴る髪の音に紛れて、遠く潮騒の音が聞こえたような気がした。この人魚の絵を再び櫛にすれば、私はようやく死ねるのだろうか。それとも。靴を履く幽霊。よく幽霊には足がないって言うが、足だけの幽霊の話をしてやろうか。駅の踏切を越えたところにあるでかい瓦屋根の屋敷。戦前はこの辺一帯の大地主のもんでよ。そりゃ羽振りが良くて威張ってたのさ。ところがじいちゃんが尋常小学校の頃、日本は戦争に負けて GHQ が来て時代が変わった。農地改革だの、財閥解体だので、
今まで威張ってたのが没落してよ。屋敷も売りに出されて、闇市で儲けたやつとか、怪しげな新興宗教とか、持ち主が次々変わって東京オリンピックの年に。2021年じゃねえよ。1964年の方だよ。おっきな土建屋の会社の社長が買い取って、どういうコネ使ったんだか、大手私鉄の路線の駅を自分の敷地の真ん中に据えちゃったのよ。大金持ちってのはスケールが違うよ。そうしてただの田んぼだったところが、あっちゅう間に住宅が建って、アーケード付きの駅前商店街ができて、じいちゃんも実家のあったこの場所で靴屋を開いたのさ。商店街の一番奥の川っぺりのこんなところでよく商売になったって、お前馬鹿にしてたけどよ。こう見えてじいちゃん、腕のいい靴職人で、銀座の店で奉公していた頃からのひいきのお客さんがたくさんいてよ。出張してサイズ測って、特注の靴作る仕事がメインで、場所はあんま関係なかったんだわ。特にあのお屋敷の社長さんは靴にうるさくて、上得意様でな。家族の靴はすべてじいちゃんが作ってたんだ。じいちゃん気に入られちまって、土建の現場で使う直足袋とか安全靴とかの仕入れも任されてよ。もう買ったんだぞ。あの頃の日本は、気違いみたいな高度成長の時代だよ。今と違って世の中全体が元気が良かったよな。ねえ、昔話はいいから幽霊はどうなったって？今出るよ。若えもんは気が短くていけねえや。その屋敷にいた女の子がその話の幽霊さんだよ。社長の娘かって？違うのさ。そこの住み込みの女中の娘で、小学校4年生。その子の父親は社長の会社で働いていた時に現場で事故に遭って死んじまって、身寄りもないしかわいそうだってんで、お情けで女房と子供を住み込みで働かせてやってたのよ。その女房が片親だからって世間様に後ろ指させれちゃならないって、そりゃ厳しくしつけててよ。怒鳴る殴るなんて当たり前、食事抜きで一晩外になんてしょっちゅうだった。今なら虐待だが、昔はそれが普通のしつけだったのさ。運の悪いことに、お屋敷の社長のお嬢さんが同い年で同じクラス。ボロボロのズック靴履いて、ランドセルもなしで、母親の手作りの布の巾着袋しょって、とぼとぼ歩いてく横、ピカピカの靴でフリルの服着たお嬢さんが、車で学校へ送り迎えされてんのさ。学校でも、女中の子って馬鹿にされて、顎でこき使われてたそうだ。友達もいなくて、いつも一人ぼっちだった。商店街には母親に言われてよくお使いに来てたんだが、中央の焼き鳥屋に悪ガキがいて、こいつにまたいじめられる。うちの店の横の川っぺりでよく一人で泣いてたっけ。あんまり暴れて、時々店に入れて話聞いてやってな。俺が靴作ってるの楽しそうに見てた。おとなしい、真面目な可愛い子だった。俺の作ってるお嬢さんの靴と、あの子のボロボロのズック靴と比べて、世の中不公平なもんだと思ったんだ。あの日、お嬢さんの誕生日プレゼントの真っ赤な靴ができたのを、あの子がいつものように受け取りに来た。かわいそうになって、思わず、履いてみるかい、と言っちまった。いいの？内緒だぞ。あの子はちっちゃい靴下も履いてない足を、そーっと新品の赤い靴に入れたんだ。ぴったりだった。
まるでこの子のためにあつらえたみたいだった。下を向いて、靴だけ見つめて、その子が歩く。汚さぬように、傷をつけぬように、店の中をコツコツと、靴の底の音だけが響く。あの子の瞳があんなに輝いたのを見たのは初めてだった。あの時だけ貧乏な女中の子じゃなく、屋敷のお嬢さんになれたのかもしれない。こんなに喜んでもらえて、靴や冥利に尽きると思ったよ。でも、夢の時間はいつか終わる。さあ、もうしまいにしな。お嬢さんに持ってかないとな。うん、おじちゃん、靴を履かせてくれてありがとう。靴を脱いで、名残惜しそうに箱に入れ、風呂敷に包んで出て行った。いいことをしたと、そう思った。でもそれが大間違いでな。お屋敷に戻ったら靴はお嬢さんのもの。二度と履けない。あの子はどうしてももう一度あの靴が履きたくて、屋敷に帰らずいつもの川辺に降りて、靴を履こうと箱を開けた。そこをあの焼き鳥屋の悪ガキに見つかって取り上げられちゃったのさ。泣きながら空の箱を持って帰ったあの子に、母親はものすごい折檻をした。靴を取られただと、履いてみたかっただと、人様の預かり物を粗末に扱うからそんなことになったんだ。この恥知らず、取り返してこい。持って帰ってこなかったら家には入れない。死んで詫びろ。そう言われて、あの子は家を追い出された。お願い、返して。あの子は紫色に腫れ上がった顔を地べたにすりつけて、焼き鳥屋の前で土下座を続けた。でも靴は、悪ガキの飲んだくれの親父が質屋で金に換えた後だったのさ。困ったそいつはとっさに、あんなもん川に捨てた、と嘘を言った。あの子は一晩中川の中を探して探して見つからず、とうとう夜明けに始発電車に飛び込んじまったんだ。手足と胴がバラバラさ。ところが不思議なことに、どこを探しても両方とも足首から先が見つからない。濡れたズック靴は並べて線路のそばにあったのにな。それからさ、足だけの幽霊が出るようになったのは、毎晩牛蜜時になると、線路の方から商店街のアスファルトの上を川に向かってひたひたと、裸足の足跡が聞こえてくるんだよ。川の方からは一晩中、水をかき回して何かを探してる音がする。そうして始発電車の時間になると、ピチャリ、ピチャリと、疲れ切って引きずるような水に濡れた足音が、線路の方へと歩いていく。朝店を開けると、びしょ濡れの小さな裸足の足跡が川から線路へと一直線に続いているんだ。それを見てあの焼き鳥屋の悪ガキは頭が変になって、母親はそいつを連れて実家に帰っちまった。それで結局焼き鳥屋は店じまい。それでもひたひたひた、ピチャーピチャーピチャー、足は靴を探し続けて、毎朝アスファルトの上に足跡を残して、始発電車へと消えていく。
俺はもうあの子が哀れで申し訳なくて、すべての仕事を放り出して、お嬢さんの赤い靴とそっくりの靴をもう一足作ったんだ。そうして夜、シャッターを下ろした店の前に靴を置くと、店の前でじっとあの子の来るのを待ってた。ひた、ひた、ひた。いつもの時間になると、あの足音が線路の方からやってきた。そして俺の店の前に止まった。ゆっくり、そーっと汚さぬように、靴に足を入れる気配がする。こっ、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 こっ。弾んだ足音が線路の方へ、お屋敷の方へと遠ざかっていくのを、俺はシャッターのこっち側から聞いてたんだ。手を合わせて、ごめんよ、ごめんよって、謝り続けたんだ。その朝、屋敷の玄関にあの靴が、きちんと揃えて置いてあったそうだ。それきり幽霊は、二度と出なかった。なんだ、話ができすぎだ。作ってんだろうって？ほんとだって、次の日その子の母親が靴を返しに来て、詳しく聞いたんだから。幽霊の履いた靴なんて捨ててこいと、屋敷の主人に言われたそうだ。何遍も俺に頭下げて、すいません、すいませんって、ボロボロ泣いてよ。こんなことになったのは俺のせいなんですって、じいちゃんも謝って。二人で頭の下げ合いさ。まあ、それが縁で、ばあちゃんと書体を持ったんだから、ほんと世の中何が起こるかわかんないよな。あれから50年、バブルが弾けて、土建屋の社長もいなくなって、お屋敷も今じゃ郷土博物館に衣替え、靴をオーダーで作る人も少なくなって、商店街もシャッターの降りたところばかりだ。時代ってやつさ、何もかんも変わってく。長年連れ添ったばあちゃんも去年死んじまった。だからばあちゃんの葬式の日に、じいちゃん棺に白い箱を入れたろ。あん中にあの赤い靴が入ってたんだよ。懐かしくてよ。棺に入れる前にじいちゃん、50年ぶりにあの箱を開けてみたのさ。そしたら、靴の中に何が入ってたと思う？子供一人分の足の骨が、まんまの形で入ってたんだぜ。木の杭。俺はど田舎で兼業農家をやってるんだが、農作業をやってる時にふと気になったことがあって、それをうちのじいさんに尋ねてみたんだ。その時に聞いた話が、個人的に怖かったので、今から話そうと思う。農作業でビニールシートを固定したりするときなんかに、木の杭を使用することがあるんだが、うちで使ってる木の杭には、すべてある一文字の漢字が彫り込んである。今まで特に気にしてなかったんだが、近所の農家で使ってる杭を見てみたところ、そんな文字は書いていない。うちの杭とよその杭を見分けるための目印かとも思ったんだが、彫ってある漢字はうちの名字と何の関係もない字だったので不思議に思って、うちのじいさんにその理由を聞いてみた。じいさんの父親、つまり俺のひいじいさんにあたる人から聞いた話だから、自分が直接体験したことではないから、真偽のほどはわからんがと前置きをした後、
じいさんはその理由を話してくれた。大正時代の初め、じいさんが生まれる前、ひいじいさんが若かりし頃の話。ことの発端は、ひいじいさんの村に住む若者二人、これを A、B とする。焚き木を求めて山に入ったことから始まる。二人は山に入り、お互いの姿が確認できる距離で焚き木集めに勤しんでいた。正午に近くなり、A がそろそろ飯にするか、と B に声をかけようとした時だった。突然 B が、うわぁ！人間にかくも大きな叫び声が上げられるのかと思うほどの絶叫を上げた。突然の出来事に A が呆然としている中、B は肺の中の空気を出し切るまで絶叫を続けて、その後ガクリと地面に崩れ落ちた。A は慌てて B に駆け寄ると、B は焦点の定まらないうつろな目で虚空を見つめている。体を揺すったり、頬を張ったりしてみても、全く正気を取り戻す様子がない。そこで A は慌てて、B を背負うようにして山を降りた。その後一日経っても、B は正気に戻らなかった。家族の者は、山の物のけにでも疲れたのだと思って、近所の寺に連れて行ってお祓いを受けさせた。しかし B が正気に戻ることはなかった。そんな出来事があってから一週間ほど経った頃、昼下がりののどかな農村に身の毛もよだす絶叫が響き渡った。何事かと近くにいた村の者が向かってみると、たった今まで畑仕事をしていたとおぼしき少年の男が、虚空を見つめて放心状態で立ちすくんでいた。駆けつけた者が肩を強く掴んで揺さぶっても全く反応がない。B の時と同じだった。その後家族の者が医者に見せても心神喪失状態であること以外はわからず、近所の寺や神社に行ってお祓いを受けさせても状況は変わらなかった。迷信深い年寄りたちは、山のもののけが里に降りてきたのだと震え上がった。しばらくすると、ひいじいさんの村だけでなく、近隣の村々でも、人外のものとも思える絶叫の後に、心神喪失状態に陥る者が現れ始めた。しかもそれは、起こる時間帯もまちまちで、被害に遭う人物も、共通するものが何もなく、まさしく無差別といった様相だった。ひいじいさんが会に出くわしたのは、そんな時だった。その日ひいじいさんは、弟と二人して田んぼ仕事に精を出していた。夕方になり、仕事を終えて帰ろうとした時、自分が耕していた場所に、木の杭が突き立てられているのが目に入った。つい先ほどまではそんなものは全くなくて、それは忽然と眼前に現れたとしか言いようがなかった。突如として現れた木の杭を不思議に思って、まじまじと見つめていたひいじいさんだったが、誰だ、こんなふざけたことをしたのは、とわずかな怒りを覚え、こんな邪魔なもんを人んちの田んぼにぶっ刺しやがって、と思った。そのうち、邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ、邪魔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 。杭を今すぐにでも引き抜きたい衝動で、頭が埋め尽くされたようになった。その衝動に任せて、力いっぱいその杭を引き抜こうとしたとき、弟に肩をつかまれ、我に帰ったという。落ち着いてあたりを見回してみても、
先ほどの杭はどこにも見当たらなかった。弟に問いただしてみたところ、弟はそんな木の杭は全く見ていないという。一緒に帰ろうとしていたひいじいさんが、ふと何かに目を留めた素振りを見せて、何もない虚空を見つめていたかと思うと、何もないところで何かを引き抜くときにするような、腰をかがめて力をためるような姿勢をとったから、何をしているのかと肩を叩いたのだという。そのときひいじいさんは、昨今村を騒がせている出来事を思い出して、もし弟に止められることなく木の杭を抜いてしまっていたら、自分も廃人同様になっていたに違いないということに思い至り、肝を潰したのだそうだ。そんなことがあってからしばらくして、ひいじいさんの住む村での犠牲者が10人を超えた頃、村長と村役たちによって村人が集められた。村長は昨今の出来事に触れ、それがこの村だけでなく、近隣の村でも起きており、現在近隣の村々と協議して、怪異への対策を進めている最中であることを村人たちに伝えた。解決するまでには今しばらく時間がかかるとのことで、それまでの怪異に対する当面の対処として伝えられたことは、見慣れない木の杭を見かけても、決してそれを引き抜かないということだった。ひいじいさんの予想は当たっていた。さらに村長は、農作業で使用する杭には自分たちが打ち込んだものであることが明確にわかるように、何らかの目印を彫り込むようにと続けた。これは自分が打ち込んだ杭の中に例の杭が紛れ込んでいたときに誤って引き抜いてしまうことへの防御策だった。一通りの説明を聞いて、今の事態を引き起こしているのは何者なのかを問う者がいた。村長は、人の怨霊や動物霊や物のけといったものの類でないこと以外はよくわからない。影響範囲が広範なことから、非常に力を持った何かだとしか言えないのだ、と答えるのみだった。仮に被害に遭ってしまった場合には、何とかなるのかという問いに対しては、二度と元に戻すことは決してできない。そうなったものをお祓いをしてもらいに行った時に、とある神社の神主に言われた。彼には払うべきものは何もついていないと。そう村長は答えた。神主が言うには、あれは狐に疲れたりしたせいで、あのような状態になっているのではない。今の事態を引き起こしている何かの力の一端に触れたせいで、心が壊れてしまった結果、この状態になっているのだそうだ。つまり何かの影響下にあって、心神喪失状態に陥っているのではなく、何かの影響を受けた結果が心神喪失状態であるため、寺だろうが神社だろうが、どうすることもできないということらしい。最後に村長は、杭さえ引き抜かなければ何も恐れることはないと締めくくり、冷静に対処することを村人たちに求め、解散となった。村人たちが去った後、ひいじいさんは自分がその体験をしたこともあってか、村長のところに行って、その何かについて、なおも食い下がって問いただした。幽霊や物のけや、人の祀る神様と人との間には、曖昧ながらもお約束と言うべきものがある。相手の領域にむやみに立ち入らないことだったり、定期的に祈りを捧げたりとな。彼らはそれを破った者にはたたりをなすが、約束事を守る限りは問題はない。しかし、今回の事態を引き起こしている何かに、それは当てはまらない。
聞いた話ではその何かは自らがあるがままにただそこにあるというだけで人を正常でいられなくし発狂させるほどの影響を与えるのだそうだ。わしもそこまでしか聞かされていない。呪ってやるだとかたたってやるだとかそういう意図も持たないにもかかわらず存在そのものが人を狂わせる。そういうものに対しては人は必要以上に知らない方がいいのかもしれん。そう言い残し村長は去っていった。それからしばらくしてひいじいさんの住む村で神社の建立が始まった。怪異による犠牲者は近隣の村々を含めてまだ出続けていたが、その数は収束に向かっていき、神社が完成した頃には全く起きなくなったという。今にして思えば、木の杭は何かを封じた霊的なまじないの類で、それを引き抜いてしまったことで何かの力の一部が解放され、それに触れた人間が狂ってしまうということだったのかもしれない。神社が建てられたことで、その何かは再び強固に封印され、怪異が起きなくなったということなのだろうと、ひじいさんはじいさんに話してくれたそうだ。そんな経緯で、うちで使う木の杭には、うちのものであることを示す目印を今でも掘り込んでいるんだそうだ。近所ではそんなものを見たことがないことを指摘してみたら、人ってのは喉元すぎるとなんとやらで、今ではあんまりやっている家を見かけないが、この近所だとどこそこの S さんとことか M さんとこは今でもやってるから見てくるがいいぞ、とおじいさんに言われた。見てきてみると、確かに S さん家と M さん家で使ってる木の杭には、漢字一文字の彫り込みがあった。今でもやってる家ってのは、大体が犠牲者を出した家か、その親族の家だろうな、とは、じいさんの段だ。